どうもこんにちは、テイラーです。今ドローンから飛行で 1080p で動画を撮ってます。今この機能は追尾機能っていう機能をちょっと試しにつけて、今養老っていうあの岐阜県にある養老の近くに来ています。養老の先とかは規制がかかってて飛ばせないので、こういった一般的な公園で今試験飛行を行ってます。今これ僕のことを移動しているものを対象として、指定してあるので、僕についてくるように完全コントロールを自動でやっています。で、今目の前に広がる景色というのが、こういったものがございまして、今目の前に見えているのが名古屋市内、愛知県の方ですね。高度は今50メーターでございます。で、左を見てもらうと三重県の方ですね。三重県で、あ、これでも違えた。左の方が岐阜県、右の方が三重県、今こちらが岐阜県の養老の方ですね。こういった感じになっております。で、僕がいるところを見てもらうと真下ですね。真下、はい、今手を振ってるこれが僕です。今バッテリー、ドローンのバッテリーが 30% しかないのでちょっと急ぎますが、あと、このドローンには面白い機能がございまして、横方向に動くこともできます。例えばこんな感じで、僕の真横から追尾をして撮ってくれる、そういったなんか面白い機能もあるので、例えば車のレースの時とか、そういった時にちょっとゆっくり車の横を走らせて撮ったりだとか、そういった面白い使い方もできます。で、僕はモニターを見ながらやるわけです。いや、まあ面白いですね、ドローンね。まあ、ドローンはちょっと規制があるところは飛ばせないので、こんなちょっと田舎のところに来てドローンを飛ばします。はい、なかなか新しい映像ができるんじゃないかなと思います。では、解除して、僕の父親です。僕の父親でございます。ドローンに興味を持って撮影についてきました。今そこに下ろせという指示が出ているので下ろします。で、このドローンはGPS の位置補正があるのですっごく安定してます。はい、僕のお父さんです。僕にすごく似てます。はい、では着陸します。着陸